こんにちは、プロゴルファーの和田忠義です。やはり皆さんにとってボールを遠くに飛ばすということは永遠の夢だと思います。今回はその夢を現実にするために僕が行っている数箇所のポイントをお話ししたいと思います。では、遠くに飛ばすためのスイングをこれからお話ししますが、そのスイングをお話しする前にやっておくべきことがいくつかございます。それはやはり筋力トレーニングとかランニングとか当然大事なんですけども、なかなかそういう時間が取れないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、僕が一番大切にしているのはやっぱり柔軟性なんですね。で、柔軟性に簡単に言ってもどこの柔軟性が大事かってことになりますと、まず手首なんですね。まず手首、この手首が硬いといくらスイングを作ったってスナップとか遠心力というものが発生しないので結局飛ばないんです。腕っぷしに頼ってしまうということですね。で、この手首の柔軟性を柔らかくするもしくはチェックするために大事なことは、まず右手クラブを持って肘を体につけます。この状態でこの手のひらをなるべくこのクラブからグリップから離さないようにして回した時にどれだけこのクラブヘッドが自分の体を通せるか、後ろ回りも前回りも一緒なんですけど、これ手首が硬い人は体から遠いところをこう回ってしまいます。左も一緒ですね。こう押さえた時になるべくこの体の近くをこう円を描けるかどうか、悪くなるとどうしてもこうなってしまいます。これができない人がいくらスイングを作ったって夢の250ヤードもしくは300ヤードっていうことを手にすることはできないと思います。それから肩甲骨、この後ろの筋肉の関節ですね。こう左も右も一緒なんですけども、ここの肩甲骨がもし硬いと可動域が狭いとこのスナップを使えたとしてもここは硬いのでどうしても体と一緒に腕が動いてしまって遠心力が止まってしまいます。肩甲骨が柔らかければここで大きなためが生まれます。足が行っても状態は残ってられるんですね。肩甲骨硬いとどうしても足と一緒にこうくっついていってしまいますので、そうチェックとしてこのドライバーのグリップの先端とヘッドの先端を持って両肘を伸ばした状態で後ろに行けるかどうか、帰ってくるときもそうですね。こう肩甲骨が硬いと耐えきれずに曲がってしまうと。いいスイングをするのであればこのドライバーの長さぐらいは肘を伸ばした状態で後ろから前に戻ってこれないといいスイングは望めないと思います。それから最後にもう一つです。これは関節というよりも筋肉の問題なんですけども、この両脇の筋肉、この筋肉の伸び縮みと伸縮性、ここが大事なんですね。この伸縮性が硬いとこっからもうひとひねり行きたい時に動かないから足も一緒に動いてしまう。ダウンスイングも一緒です。ダウンスイングしてこっから粘りたい時に一緒にくっついててしまう。ですから先ほどのように先端の先端を持った状態でこのストレッチ片面40秒呼吸をしながらやってほしいんですね。1日1度、こっちも40秒ですね。そうするとバックスイングとかダウンスイングの時に上半身と下半身が引き離す時にここがつながってますから、ここが伸びるとすごいここにためが生まれるんです。この手首とこの肩甲骨、それからこの側面の筋肉の柔軟性をストレッチすることによってこれからお話しする飛ばすスイングというものが簡単に行えるようになります。